飾っていただきます。皆さんにご登場いただきますよ。早くみんなが見たいという方は拍手。さあ出演者も盛り上がってきましたよ。さあそれではね、準備ができましたらご紹介させていただこうと思いますが、準備 OK ですか？ OK です。ご紹介しましょう。続いてのステージは EXPG スタジオ by LDH。 EXPG スタジオ by LDH はエンターテイナーとしての人材を育成する本格的なダンスボーカルアクトスクールとして海外はじめ全国に展開中。それでは行きましょうか。ここからのステージは EXPG スタジオ福岡。
destroy negativity of suckers that come with the weak, the whack, the worst, the poor. I thrash back fast with a dim more. Blow up the scenery, I reign supremacy. You need a savior to save your soul on me. I pray on rappers like a haunted ghost and stomp them out like a wanted roach. I slay my prey and they decay. I blow away and throw away some doorway, cause I don't play. Attacking like a psychopath, breaking rappers in half, so feel the wrath. Okay. Goodbye. When I can't sleep at night with you holding
狂戦場にリズムとブルブル。また Out there now 今週もなったかとりあえずは置いておいて In time to stop Hey 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 フォーの的なエリート系のビート簡単なフィーバーただでいいな EXPG スタジオの福岡の皆さんちょっと代表してお話聞きたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日ステージで踊ってみてどうでした？ありましたね。ようやくありました。はい、こんな寒い中お越しくださって本当にありがとうございます。僕たちの日頃ダンスだったりボーカルだったり練習している成果がこのような素晴らしいステージで皆さんに披露できたことをとても嬉しく思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。アミリさん、アミリさんですね。今日パフォーマンスしてみてどうでしたか？すごい歓声とかも大きく いっぱいいただいてすごくパフォーマンスも楽しめました。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてマイクをちょっと渡してもらって、ちなみに皆さんどのぐらいの年数やってらっしゃるんですかね、パフォーマンスで。僕はそれ6年くらいやってます。6年でそんなに上手になるんです、はい、小さい子もいますけど長い人でどのぐらいやってるのかな。長い人で生まれてから今日までずっとやってると思います。なるほど、一生パフォーマンスに捧げてるってことですね、はい。松井さん、はい、松井さんですね、はい、松井さんはパフォーマンス今日してみてどうでしたか？毎日自分が練習していることをこの多くの方に見ていただいてすごい嬉しかったですし、すごい楽しかったです。よかった。じゃあ最後に一人ずつ、これからの目標だったり憧れてる人だったり目標、夢あったら言ってもらっていいですか？はい、はい、僕は EXILE の ATSUSHI さんに目を、もらったので僕の夢を持っている人に希望とか与えられるようなそんな歌手になれたらいいなと思ってます。かっこいい、頑張ってください。お気力者。そして私は誰が見ても魅了できるような魅力的なあるアーティストになってデビューすることが夢です。うん、お気力者。
いや、期待大ですよね。さあ、そして松井さん、自分は、自分の好きなダンスとラップでメジャーデビューすることが夢です。じゃあ松井さん代表して皆さんに、はい、今日のお礼の気持ちをファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、今日は見に来ていただいてありがとうございました。これからも EXPG 一度みんなで頑張っていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。 EXPG スタジオ福岡の皆さんでした。もう一度大きな拍手を。ありがとうございます。さあ、福岡からね、未来のスターたちが今日はこのステージ盛り上げていただきました。代表でお話を伺ったのは松井さん、アミさん、横川さんでした。そして本当にかっこいいパフォーマンスを届けてくれました EXPG スタジオ福岡の皆さんでした。皆さん楽しめましたか？